韓国国民日報は22日、日本の自衛隊が世界中のネットユーザーから嘲笑を浴びていると報じた。記事によると、嘲笑を浴びているのは、先月、静岡県の東富士演習場で行われた富士総合火力演習の動画。多くの観衆の前で、バイクで障害物を乗り越えた自衛隊員が転倒したり、戦車のキャタピラが外れるといった失敗が繰り広げられた。この映像を、安倍政権による安保関連法案通過に反発する日本のネットユーザーがネット上にアップし、韓国をはじめとする海外ネットユーザーの注目を集めているという。戦車のキャタピラ脱落は、先月18日に74式戦車で発生したのに続き、23日の総合火力演習では10式戦車でも発生した。また、22日の予行演習では、戦車が撃った 120mm 演習用砲弾の付属品の破片が観客2人に当たり負傷させた。この映像に対して日本のネット上ではこれが自衛隊の現実だ。安倍は自衛隊の現実を正しく知っているのか。など安保関連法案への批判の声が上がっている。一方で海外では多くの観客に見せる演習なのに事前のチェックもしないのか。これが日本。キャタピラが落ちることはあるが、落ちればすぐに戦車を止めるはず。なぜあそこまで外れるのか理解できないといった声が上がっている。この報道に対し、韓国ネットユーザーからは様々なコメントが寄せられている。自衛隊の主な戦力は海軍と空軍。イージス艦の数は韓国より多い、日本万歳。このままいけ。世界的に恥をかいた。日本、恥ずかしい、先進国と呼ばれている日本で、朝鮮人は出ていけとデモをしている。こんなことをやってもいいのか。日本の戦車は最低でも動いてる。韓国には動かない戦車もある。防衛産業の不正は厳しく処罰すべき、韓国も例外ではない。日本を笑っている場合じゃない、これでも、韓国の軍隊のように腐ってはいないと思う。こんな自衛隊でも米国が許せば、韓国に来ることができる。日本の自衛隊にもいじめがある。日本の極右勢力は悪魔のようなことを、また韓国でやるかもしれない。軍備拡充のために、わざとミスをした日本を笑ってはいけない。腹が立った日本に、訓練やら武器増強のきっかけを与えることになる。無視した方がいい。